パパ、ママから聞いたよ。今週末は家に帰ってくるんだって。まあそうなんだ。ようやく仕事が落ち着いてな。約半年ぶりの帰宅だよ。あれ、パパってもうそんなに帰ってきてないっけ？ごめんな、マリア。パパの単身赴任のせいで半年も寂しい思いをさせちゃって。いや、全然寂しくないし。え？なんだったらいないのがもう当たり前だし、パパの存在もついさっきまで忘れてたくらいだし。そんな寂しいこと言わないでくれよ。そうだ、今週末はせっかくだし、家族みんなでどこかに出かけようか。はあ？夜もそのまま美味しいものでも食べに行こう。ちょっと冗談はやめてよ。パパとお出かけなんてありえないから。え？それにこっちに来るだけで飛行機代かかるでしょ。そんなのお金がもったいないから、パパなんて帰ってこなくていいよ。週末はいつも通りママと二人で過ごすからさ。そんな、マリアはお金なんて気にしなくていいんだよ。それに家族と会えるんだから飛行機代なんて安いもんだよ。ちょっと気持ち悪い勘違いならやめてくれる？別にこっちはパパを気遣って言ってるんじゃないの。お前に会いたくないんだよ。え、お前って。あのさ、こっちはママと二人で生活を楽しんでるの。だからその邪魔しないでほしいんだよね。ここまではっきり言わないとわかんないかな。おい、マリア、邪魔ってさすがにひどいじゃないか。マリアがママと暮らしてる家はお仕事を頑張るパパの家でもあるんだぞ。パパの家って何言ってるの？お前はただローン払うだけの存在だから。え？この家は私とママのものなの。パパの家なわけないじゃん。おい、マリア、さっきから急にどうしたんだ？その証拠に、もうパパの部屋は片付けちゃったもんね。ママと一緒に徹底的に掃除したから。もうパパのものなんてこの家にはないんだから。え？あのパパのくだらないガラクタも全部私とママで捨てたから。もうこの家にはパパのものなんて何一つないんだよ。嘘だろ。パパが一生懸命集めていたラジコ、全部捨てたのか。中にはプレミアム価格だってあったのに。プレミアムってことは売ったらすごかったってこと？ウケる。あんなガラクタに価値なんてあったんだ。マリア、急にどうしたんだよ。マリアはそんな子じゃなかったはずだろ。一体何があったんだ。あ、もうそういうのうざいんだよ。とにかくこの家にはもうパパの居場所はないんだよ。お前なんて単身赴任から金だけ送ってる、この ATM が。ママ、聞いてくれ。娘のマリアがひどいことを言うんだ。これはあれなのか、いわゆる反抗期ってやつなのか。マリアから聞いたわよ。帰ってくるなって言われたんですってね。それだけじゃないんだ。俺のことを ATM って言い出してて、とにかくひどいんだよ。それのどこがひどいのよ。年頃の娘なら普通の反応でしょ。 ATM パパがいきなり帰ってくるって言うんだもの。え？マリアから話は聞いてるわよね。この家にはもうパパの部屋はないの。だから帰ってくるならどこかに泊まってもらうからね。ちょっと待ってくれよ。その話って本当なのか？本当に俺の部屋を、ラジコンを全部捨てたのか？ねえ、すべて捨ててやったわ。おかげで私と娘の服やカバンを丁寧に飾れたわ。え？それと私はパパが全部おごってくれるなら、ご飯ぐらいは食べに行ってあげてもいいわよ。でもそうね、回らないお寿司屋さんじゃないと行かないから。はい。もうまで急にどうしたんだよ。夫に対する態度がそれか。俺は家族のために単身赴任を頑張ってるのに。何よ、何かおかしいところでも。なんだかもう知らない人みたいだよ。最近は二人とも LINE や電話もそっけないとは思ってたけど、ここまでとはな。あなたのいない生活に慣れちゃったのよ。最初はパパがいなくて心細かったけど、娘との二人暮らしが想像以上に楽しくてね。女二人の方が気楽だわ。だから夫をないがしろにしてもいいってか。気づいちゃったのよね。夫なんて生活費を送るだけの ATM だってことに。なあ、そうかよ。それなら俺はもう帰らない。本当は二人に大事な話もしたかったけど、週末これからも二度とそっちには帰らないことにするよ。大事な話って何よ。まさか単身赴任が終わるなんてことは言わないでよね。今更あなたと暮らすなんてもう無理だから。実はな、俺1億の遺産を受け取ることになったんだ。え？遺産が1億ですって？ああ、そうだよ。
遠い親戚のおじさんから相続するんだ。どういうこと？パパが遺産を1億って、冗談よね。冗談でこんなことは言わないよ。たまたま単身赴任先でおじさんと再会してさ、お互いに近況報告とかしてたら、おじさんが病気で通院が大変だって言ってたんだよ。まさか、そのおじさん彼氏さんを？まあ、独身で頼れる人もいない人なんだ。再会したのも何かの縁だし、仕事の都合がつくときは通院に付き合ってたんだよ。そしたらある日突然急に亡くなってさ、その翌日遺言書を預かってる弁護士がやってきたんだ。遺言書？生前世話になったお礼に受け取ってくれって書かれてたよ。自分には遺産を譲る人もいないし、せっかくだから俺に全部譲りたいって。それが1億もあったっていうの？ああ、そうなんだ。おじさん、自分が株券持ってることを忘れてたみたいでね。調べたら、全部合わせて1億相当だよ。嘘でしょ？こんな大金どうしたらいいかわからないし、家族に相談をって思ったんだ。でもママたちにとって俺は、もう家族じゃないみたいだしな。使い道は俺一人で決めることにするよ。週末会えるの楽しみにしてるからね。あたしパパと水族館に行きたいな。小さい頃よく連れて行ってくれたよね。マリア、せっかくの家族の再会だもんね。たくさん出かけて夜は美味しいもの食べようね。あたしはパパの好きなご飯ならなんでもいいよ。そうだ、私パパにお酒を酌してあげようか。急にどうしたんだマリア、もうパパには会いたくないんだろ。さっきはごめんね、私反抗期でイライラしてたわ。でももう反抗期も終わったからね。いい子のマリアに戻ったからね。え？ママもパパに早く会いたいって。あなたママとパパっていつまでとっても仲良しだよね。あたしそんな二人の子供に生まれて本当によかったな。どうせ遺産のことをママから聞いたんだろう。それで慌ててこびおり作戦に変えたってわけか。こびおり作戦ってひどいな。本当にさっきまではただの反抗期だったの。あんなの本当の私じゃないからね。反抗期だけで片付けられると思ってるのか。父親を ATM 呼びもしていたくせに。まあまあ、さっきのことはもういいじゃん。それよりもこれからのこと話しようよ。1億円の使い道なんて一人じゃ決められないでしょ。パパの娘として、もちろん私も一緒に考えてあげるからね。どうせろくな考えも出ないんだろ。そんなことないよ。私は一番有意義な使い方を知ってるもん。一番有意義な使い方だって？うん、せっかくの遺産だし、まずは私の海外留学費用に当てた方がいいと思うな。ちょうど高校で海外留学の募集が始まったんだよね。海外留学に興味なんてあったのか？当たり前じゃん。やっぱり早いうちから本場の英語には触れておきたいのよね。でも確か英語の成績は学年最下位じゃなかったか。年末に書いた時成績表をちらっと見たけど。はあ、何勝手に人の成績を見てんのよ。最低なんだけど。学費を出してる父親だぞ。見ても特に問題ないだろうが。でもそうか、マリアにとってそんな父親は最低か。ならそんな父親の金で海外留学なんて行きたくないよな。今のはただの反抗期だから終わったはずなんだけど、とした時に反抗期が戻ってきちゃうんだよね。お前の反抗期は二重人格なのか？とにかくさ、娘の勉強のためならお金はそれなりに出すべきだと思うな。1億も遺産があるんだもん。海外留学なんて全然余裕でしょ？そうだな、余裕で100回以上受けるだろうな。私パパの娘に生まれて本当に幸せ。それじゃ海外留学費用として500万パパちょうだい。もうパパじゃないから無理。えっていうか、高校の海外留学に500万ってそんなにかかるわけないだろうが。かかるよ。向こうに合わせた服とか化粧品も買わないといけないし。ていうかさっきのはどういうこと？もうパパじゃないってどういうことなのよ。
実はさっき離婚届を出してきたんだ。だから海外留学に行きたいならママに頼みなさい。離婚届ってどういうこと？ちょうど手元にママのサイン入りの離婚届があったんだよ。だからそれにパパのサインも書いて今役所に出してきたんだ。会社近くに役所があって助かったよ。え、待って待って待って、え、なんでママのサイン入りの離婚届なんて持ってるの？それってつまりママが自分から書いたってことだよね。そうだよ。実はパパが単身赴任するときにママから渡されていたんだよね。え、なんで？単身赴任だからって私に恥をかかせるようなことはするな、これを持って毎日仕事を頑張りなさいって渡してくれたんだ。パパの浮気を心配して離婚届なんて渡して、そんな不器用なママは可愛かったな。あの頃はまさかこんな ATM 扱いになるとは思っていなかったよ。嘘でしょそんな。もちろんマリアの神経はママに譲っておいたからな。これからも今まで同様ママと楽しく二人で暮らしてくれ。ねえ、ちょっと嘘だよね。離婚届を出したって嘘だよね。マリアの聞き間違いよね。本当だよ。ついさっき無事に受理もされたし。そんな嘘でしょ。パパに離婚届を渡してたこと、渡したらすっかり忘れてたわ。住宅ローンは今まで通りに俺が払うよ。ただしそれがマリアの養育費代わりだからな。え、どうせあと6年くらいだし、残りの高校生活と大学生分と考えたらトントンだろ。ふざけないで。そうやって遺産も独り占めするつもりね。あんたって男は最低よ。旦那を堂々と ATM 扱いする女に言われてもな。いいわ、離婚したならもうそれでいい。ただし財産分与は覚悟しておきなさいよ。がっつりいただいてやるんだから。パパ、私ママと幸せに暮らすね。だからパパは一人寂しく頑張って。ずいぶんと切り替えが早いな。昨日はあんなにパパに媚びを売ってくれたのに。ついさっきママが教えてくれたの、パパと離婚しても大丈夫よって。住宅ローンはパパが払ってくれるし、財産分与で遺産の半分は私たちのものだからって。え、だから単純計算で5000万は手に入るんだよね。それだけでも十分大金だよ。それ本当にママが言ったのか？私知らなかったよ。離婚するときって夫婦2人の貯金を長く折半しないといけないんだね。でもこれで私は海外留学に行けるし、ママと今まで通り楽しく暮らせるよ。何言ってるんだ。遺産は財産分与の対象外だぞ。え、遺産は夫婦2人のお金じゃないからな。当然だろうが。え、何がどういうこと。財産分与というのは結婚してる時に夫婦二人が協力して作った財産が対象なんだ。でも遺産相続に夫婦の協力は関係ないだろう。だからパパが相続した1億はマリアやママには渡せないんだ。そうなの。それと期待してるところ悪いが、財産分与もそうだな、半分もママはもらえないと思っておきなさい。なんで？ママ言ってたよ、専業主婦でも半分もらえるんだって。そりゃママの言う通りだよ。ママが家事や育児をやってくれたおかげでパパはお仕事に集中できたからな。本来なら仲良く折半が妥当だよ。じゃあなんで半分もらえないって言うのよ。通常見たらだいぶ貯金が少ないんだ。多分ママがいくらか勝手に使ってるんだと思うんだ。え、片方が浪費してるとなると仲良く折半怪しいな。勝手に使い込んだ分だけママが受け取る財産分与の金額は少なくなるのが常識だ。勝手に使い込んだって何よそれ。確かパパの部屋をなくしたんだよな。ママは服やカバンをきれいに飾ってるって言ってたけど。そうだよ、まるでお店みたいにきれいに並べてるの。ママ最近はブランドバッグをたくさん持ってるから。ブランドバッグを？ママの誕生日や結婚記念日にパパに買ってもらったって。それ以外の普通の日でも単身赴任で寂しい思いさせてごめんってママにたくさんプレゼントしてるんでしょ。悪いなマリア、パパはそんなもの一度もしたことがないんだ。え、記念日にプレゼントはするけどブランドバッグなんて送ったこともない。そうなの。使い込まれたお金はブランドバッグか。こりゃかなり使い込んでるな。待てよパパ、あのさ、もしブランドバッグがさ総額500万とかだったらママはその分の財産分与はなしってこと？
大体はな、折半以外の割合にするときは基本的に夫婦の話し合いもしくは弁護士に入ってもらうんだ。え、もちろんパパは弁護士を入れるつもりだぞ。勝手に使い込んだママと折半なんて絶対に嫌だからな。弁護士入れるの？何よそれ、めちゃくちゃ大事じゃん。ああ、そういえば大事といえば、パパは離婚が落ち着いたら警察にも相談に行くからな。警察に？パパの大事なラジコンたち、マリアとママが二人で勝手に処分したんだよな。これは器物損壊になるから落ち着いた頃に訴えるぞ。え？捨てられたものはもう取り戻せないだろうし、そしたら弁償金の支払いかプレミアム価格もあるのにな。ちょっと待って、私たち家族だよね。なのに警察だっておかしくない？おかしくないだろ、もう家族でもないし。え？ちなみに教えとくけど、仮に家族だとしてもやろうと思えば器物損壊で訴えられるからな。そうなの？それにしても貯金の使い込みに器物損壊、なんとかもらえる残り少ない財産分野も結局俺に渡すことになるかもな。え？ああ、でもそんなものはもう俺には関係のないことだけどな。それじゃあ元パパは弁護士さんを探してくるから、ママには伝えておいてくれるか。首洗って待っていろって。無事に弁護士も入れて話し合ったところ、財産分野は9対1程度になりました。もちろん俺が9の方です。そして勝手に捨てられたラジコンは総額200万ほどで、この費用については分割で返すとのことでした。その結果、お礼の返済費用と生活費のために妻はパートを始めたと聞いています。俺が住宅ローンを払ってるおかげでなんとかギリギリ生活できる程度ですが、当然ながら娘のマリアの海外留学なんてほぼ無理で、大学進学も危機的状況にあるようです。離婚後一度だけパパのところに戻る、いい子にすると連絡がありましたが、それのどこに俺のメリットが？金を持ってくる ATM の方がマシだよねと送ると、それっきり連絡はありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。